はい、ワードツー、いらっしゃい。聞こえてる？声大丈夫？音楽も聞こえてる？大丈夫？音良くなったでしょ、映像と。どう？おはようカズ。朝早いね。夜泣きかな？いや、コラボ枠やめたよ。アイテムありがとう。おはよう。アイテムありがとなんかプツプツになっちゃって通常枠に変えました 3時間おきに授乳か。そっかそっか、子育ては大変だね。テキウルさんはどっち？グレイジーさん久しぶり、いらっしゃい。みんなアイテムありがとう。ギエテさんかな、ギエテさんいらっしゃい。トツかかってこなかったな、結局な。水素水は飲んで5分後にピークになって1時間後に緩やかに下降するけど、全く飲まないよりは多少効果ある。そう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 。ただ、さっきも言ったんだけど、俺は水素水反対派なの。で、なんでかっていうと、水の中のに入れると、説明すると、コーヒーがあるでしょ。砂糖を300個入れたら、砂糖が沈殿するでしょ。要は水の中に混ざる甘い水は作れるんだけど、絶対余ると。これが飽和状態っていう。要は水素をいくら込めたとしても、水の中に水素を含める量っていうのは限界があるの。で、水素水自体には限界がある。さらに言うなら、これをパッケージするときにアルミ缶とか普通に売られてるペットボトルじゃ絶対抜けちゃうの。水素ってすごい光の速さで飛んでくって言われてるし、軽いから。だから、その水素水を作る技術よりも、その中に留める技術よりも、この袋とかが大事なのよ。だから合理的ではない。で、俺がやってたのはフラガナン水素とかいろいろあるんだけど、その簡単に言うと、特許を持ってて、サプリメントの多孔質ってわかる？簡単に言うと穴が開いてるやつ。多孔質の中に水素を付着させるっていう技術で、特許を持ってる人が始めたサプリメントを持ってて、ゼルライトだったかなとか、いろんなのがあるんだけど、それのサプリメントあったのね。だからもう500倍ぐらいの、要は胃の中に入れると、それが水素が発生するっていうやつをやってた。そう、とどめられない。だから俺らが扱ってるサプリっていうのは、胃とか腸に入れてる段階で水分と化合するとバーって発生するってやつ。それだったら原理的にいいのはわかるでしょ。ありがとう、アイテムしんさん。コラボやってると重くなるというか、コラボワークがダメだね。ダメ、安定しない放送が。ドゥルさん生きてるよ。中で発生した方がいい。中友文章の話わかんない。中友、森友文章がわかんないね。ごめんね。アイテムありがとう。はい、おやすみ、暇人のつどいさん。はいはい、またね。でもまあ、水素だけで健康になるっていうことは考えられないけどね。あくまでサプリだよ。おはよう。アイテムありがとう。孫悟空ダメよ。人の枠でね、宣伝はしちゃダメよ。マナー違反よ。それはね、マナー違反だし、あと、あなたがやってる活動が良くならない。ダメダメダメ。多枠でそういうことやっちゃダメ。
他でやったら多分ブロックされちゃうよ。森友文書問題は昨日発覚した財務省の。あれなんか財務省だか朝日だか揉めてるよね。あれよくわかんないんだよ。テレビ持ってないから。ニュースも見てないし。あれ何なの？なんか壮絶にやり合ってるらしいけど、俺全然わかんねえわ。わかんないんだよね、その。なんかあれでしょ？パソコンがどうのこうのってね。はい、田中さんいらっしゃい。入れなかったんだ。あ、やっぱコラボ枠ダメだね。はいはい、了解。ビダインゼリーみたいな容器の水素水を勧められた飲んだことがある。1本120円250円。水素水はもし本格的に導入するんだったら、ビダインゼリーみたいな容器だと絶対無理。あ、それでもね、ペットボトルよりはマシなレベルなんだけど、あのね、水素発生する装置を水道水に組み込むやつがあるの。それが30万ぐらいで、それよりもいいのは俺はサプリメントを勧める。サプリ、あの発生量が全然違うから。ででも高いね。1ヶ月1万5000円とか2万とかするから高い。ただね、あのいいよ、実際その試して。あのね、薬事法に触れるような話っていうのができないからあれなんだけど、あのセミナーとかね行くとね、データとか出してくれるから。お医者さんとかが、医学博士とかが出してくれるの。あの医者の免許持ってる人だったら、要はがんにどう効くとかさ、こういう病状の改善がありましたっていう風に出るから、もし興味がある人だったらね、本とか読んでみるといいよ。医学博士とか出してる、びっくりするのが出てくるから。ただあの個人的に俺はほら、昔それをネットワークビジネスでやってたじゃん。ですごく喜んでもらえたから広まったんだけど、今もう登録はしてないから、だから自分の金にならないように進めてるから。だからそのどこどこのメーカーを買ってっていうと、ほら俺に利ざやが入っちゃうことになっちゃうから、それはしないけど、もし個人的にその病気のこととかで水素のこと知りたいっていうんだったら、コツで話すよ。酵素いいよね。うん、俺もさっき勧めたの、酵素と水素はおすすめだよって。で、高濃度の酸素とかも流行ったことがあるんだけど、俺は酸素はね、やっぱりね、活性酸素を生み出すと思ってるから、あんまり酸素吸引系はあんまりっていう感じだったね。酸素が流行った時もあるんだけど、すっきりするんだよ。あの酸素はエネルギーだから。だからその質のいい酸素を取り入れるっていうのはあるんだけど、よくアスリートとか酸素吸引するじゃん、ガーってチアノーズ起こさないように。まあ効くのは効くけどね、酸素が毒だっていう考え方を持たないとダメなんだよ。それね、ミトコンドリア DNA とかその辺の話をしないと分かんないから。酸素はもともと毒なの。ただ毒をエネルギーに変えた生物の進化系が人間だからね。まだ開けてないな。酵素っていうのは、あの簡単に言うと生きたタンパク質ね。あの俺も酵素はおすすめだね。いい酵素は。っていうかあれだよ、現代社会って酵素を取ってないからあのダメなんだよ。不動産屋さん知ってますね。健康オタクですか。まあ金持ちなんだろうな、多分。金持ちにはいい情報出回ってくるから。でもまあ水素は古いよ。タンパク質ならいいっていうかね、あのマヌカハニー分かんないっすね。コントラックス、コントラックス分かんないな。
タンパク質の中でもその生きたタンパク質って言われてる酵素だから臭いんだよ。酵素臭いっすよね、不動産屋さんさん。あの生きた匂いしますよね。酵素は臭いの。だちょっと抵抗あるよ。今日はね、あの人間がね、火を通すようになってから病気が生まれたって言われてんだよね。エビアンとか。きな粉食べとけばよし。時間いりますよね。多分不動産屋さん水素をちゃんと調べる、多分ハマると思いますよ。僕は水素と酵素セットで取った方がいいっていうのが持論だったんで、当時。酵素はあの自分が取り扱ってるのじゃなくて他社が取り扱ってるのを使ってましたけど、やっぱ社内のミーティングとかで参加するようになって、で酵素取り扱いたいねって言ってたんで、酵素も結構勉強したけど、やっぱ酵素来るなっていう、何年ぐらい前かな、22だったから10年ぐらい前だもん。22じゃない、24ぐらいか、当時8年ぐらい前ですね。あ、女王蜂のエキスみたいな、うん、肉まんありがとう。コードが多い。あー、はい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 、あれか、あのダイエットで有名になったやつか。でもね、俺日本人は軟水の方が合ってると思うよ。硬水飲むと腹下す人いるから。いや、ベーシックインカムの話が、それがなんか人が急に減っちゃって280人ぐらいいたのに凸がかかってこなかったから、もし桃川さん、あの凸上がってくるんだったら凸上がってきてくださいよ。全然やりますよ。ただね、反論がいっぱいあったから凸待ってたのに誰もかけてこなかったから、うん、ちょっと意外だったね。凸、うん、ここね。これが凸です。あ、いや、頭がいいとか悪いとかないっすよ。全然全然普通に議論しましょうよ。僕全然バカですよ。僕の方が。やめましょう、そういうの。いい議論ができたら楽しいじゃないですか。なんかね、やっぱね、喋りのスピードとコメントのスピードって合わないんですよ、うん、だからね、やっぱりね、話すって大事っすよ。酸素もいろいろ出回ってるけど、どういったものがいいの？酵素。酵素、メーカーを指すのはあれだけど、酵素、どういうものがいいのか。どういうものがいいのか。どうなんだろうな。特定の会社名言いたくないんだけど、どういったものがいいのか。俺も最近調べてねえから分かんねえな、テミさん。ごめんね。水素だったらここいいよとか言えるんだけどね。酵素どこがいいんだろうな。どうなんだろう。まあまあ一回試してみるといいんじゃないの。どっかの買ってみて。俺も酵素を取り扱ってたことがないから、ごめんね。アッキーさん、ありがとう。アイテム発酵時間の短いもの、あれ、情報ありがとうございます。メルシアあたりで売ってんのダメだよね。あー、わかんないわ、その辺は。おはようございます。
ありがとう。アイテムありがとう。体にこれだけはしとけって情報あります。例えば医者なんかみんなバファリンを毎日飲んでる。バファリン飲んでんの？それ初めて聞いたから分かんないけど、体にこれだけはしとけ。俺健康オタクじゃないからな。ストレスをためないこと。俺は本当になんだかんだって神経質になるよりもストレスが人間を殺すって勝手な持論なんだけど、悩まないこと かな。なんか、気の長い人が長生きしてるイメージがあるね。ボケーっとしてる人とか。俺はストレスが殺す、人を殺すっていうのが俺の印象かな。ごめんね、ざっくりしてて。あと、まあ、運動とか、適度な運動とか あと、やっぱり自炊して美味しいご飯をたらふく食べるとか、たらふくっていうか適量にね。ごめんね、なんか求めてるような情報じゃないと思うんだけど、太陽を浴びてお散歩して、毎日いいパートナーとお茶を飲んだりとか。なんだそれっていう。いや、俺本当にそういうことだと思ってんだよね。で、健康オタクほど早く死ぬってイメージがある。あ、バファリン、へえ。肉まん、ありがとうございます。当たり前すぎて笑うっていうか、まあ本当に俺はそういうのな、わかんないけど。いや、でもそういうことだと思うよ、健康って。へえ。バファリンってもともと何の薬だっけ？バファリン。胃に優しいバファリン。頭痛。鎮痛剤飲んでんだ。難しいよね。ストレスをためないのはすごい大事だと思うな。最近調子いいね、俺は。減らなくなってきた。だんだん心の安定が取れるようになってきた。ああ、早いっていうか、俺、連れ添ってるレベルが長ければ長いほど、なんか、奥さんが亡くなったり、旦那さんが亡くなって、なんか1年以内に亡くなるってイメージ。あれ不思議だよね。血液サラサラになんだ。健康って本出した。健康っていう病。俺はね、なんかね、もう行き過ぎたビーガンとかベジタリアンとかいう人ほど早く亡くなるイメージだ。なんかもうあそこまで行くと宗教だよね。肉まんありがとう。解熱作用もあるんだ。なんかお医者さんに教わったので面白かった話っていうのがあって、エスキモーってわかる？エスキモーっていうその人種、アザラシとかを生で食べてた。エスキモーってもともと生肉を食うものっていう意味なの。で、アザラシとか生肉とか食べる人たちの人種的に。で、エスキモーの
集落の中には医者っていう概念がないの。面白いでしょ。で、なんでかっていうと、病気にならないんじゃないかっていう一説があって。説ね、これは。で、なんでかっていうと、野生動物ってウイルス感染とか以外だと病気がないって言われてんの。で、家畜と人間だけなんだって。そう、ウイルス系以外の病気っていうのは。だから生活習慣病ってやつだよね。で、なんでかっていうと、その酵素の話にたどり着く。いや、生肉でしょ。生きてる、その酵素を取ってるわけだから。で、あと、その、ライオンとかが肉食べるとき、どっから食べるか知ってる？草食動物狩るじゃん。どっから食べるか。月一バファリン、いいんだ。草食動物の腸から食べるんだよね。そう。間接的にその草食だっていう。面白いよね。そう、腹から食べる。腸から食べる。そう。腸がいいっていうよりも、その生きた肉で草食、要はビタミンが取れないわけじゃん、肉から。だから腸内で、要は草しか食ってねえから、草を間接的に取るの。要はその草が詰まってるわけだから。初見さんいらっしゃい。楽しんでて。面白かったらフォローして。野生動物に病気の概念がないっていうのは面白いよね。おお、テルいらっしゃい。昨日おめでとう。リサおめでとう。テルさ、今度家に行ってサンドバッグ叩かせてよ。叩いてんの？なんか動画撮りたいからさ、どこに置いてんの？庭に置いてんの？やってる？やってる？通ってる？ジム。はい、あのね、家畜には病気はある。行く行く、今度。てか、今、あれでしょ？海外じゃねえ。金沢かどっかにいるでしょ？今度行くわ。泊まりに。2階に置いてんだ。すげえな。床傷つくからゴムマット引いた方がいいと思うよ。叩いてる？叩いてないだろうな。すげえよな。自分の家にサンドバッグが届くってすげえ羨ましいよな。まあ俺の部屋にはサンドバッグ置けないけど。あ、引いたんだ、さすが。まあね、テルのリスナーさん気使うもんね、すごい。
おはよう。やならきいらっしゃい。ああ、トモさんおはよう。外あったかいね、今日はね。春が来たよ。春はいいよね。春から始まるっていいよな。春がずっと続けばいいんだけど。冬と夏は嫌いだな。いらないか。粉めちゃめちゃ辛いよ。もう今年ひどいわ。目がぐちゃぐちゃ。もう。でもね。うちにはプラズマクラスターちゃんがいるから、ほんと部屋片さないとな。やばいよね。もう目が部屋の中にいるのシパ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 すごいもん。マジで今年はやばい。本当にやばい。やばたん。ね、なんかさ、家具でおすすめある？家具。なんか棚作りてえなと思ってんだよね。家具。あのさ、家具でさ、デザイナー家具でさ、あれよくない？なんて言うんだっけ？あれ、すげえ、なんかさ、こう、道具入れみたいな。わ かるわけねえよな。デザイナー家具で何て言うんだっけあれ。なんていう有名なやつなんだけど、棚？デザイナー家具で棚。なんて言うんだっけあれ、高いやつ。あれ憧れるんだよね。カッシーナ。使い捨てでいいな、IKEA。IKEA、あ、これこれこれ。B ラインっていうのかな。これ有名じゃん。ボビーワゴンだ、ボビーワゴン。これ可愛くない？これ。こうやって5万ぐらいするやつ。これの赤欲しいよね。これこれこれ。ボビーワゴンの赤。これ知ってる？デザイナー家具。たっけえやつ。これインテリアにもおしゃれだよな。ワインレッドかっこいいね。余計部屋が汚くなるっていうね。これかっこいいよね。これデザイナー家具だよね。ボビーワゴン。かわいいよね。なんかだから工具入れだよね。デザイナー家具の。だからハサミとかさ、仕事とかに使う。なんかこうバーって工具を入れとくような記載なんだけど。これ結構有名だよ。なんかその金持ちの家にあるよ。ここにね、こういうふうに刺繍入れたりとか、で、机になってんのよ、上が。で、ここに雑誌とか入れたりとか、まあ、好きに使える、もう多機能家具だね。高いの、これ。で、これ、段数とかも選べるんだよ、確か。色とかもあって、ボビーワゴン。ボビーワゴンで検索しようか。ボビーワゴン。いろんな種類がある。
おしゃれだよな。リプロダクトっていうの。へえ。ああ、そう。埃たまりやすいんだ。はいはい。ダメだね。埃たまりやすい。ダメだね。掃除がしづらいんだ。まあ、そういうもんでしょ。やっぱり普及してないのには理由があるんだ。一般家庭に。でも俺はこっちかな。あえて渋く。これ部屋の中にあったらかっこいいよね。男って感じだよね。こっちの方が俺っぽいか。渋いなーってなるよね。こういう方がいいよね。デザイナー感ゼロ。掃除もしやすいし、無骨なデザイン。これいいね。こう、そう。工具とかね。俺っぽいよね。おしゃれなんかさせねえよっていう。はい。正規じゃなくてね。荒野がどっかに電話して和道さんとスタジオセッションやるわって言ってたけど。言ったよ。なんだ、荒野やろうよってコメント書いてくれた、この前ドラムの時に。荒野言ってた？スタジオ入るって。どっかに電話して？何？どっかに電話してって何？今から行くってこと？どういうこと？20日以降ってさっき言われたけどね。どういうことだろうね。今からやんの？別に今からでもいいけど俺。ニックマンありがとう。今どっかに電話してた？ どういうこと？ 聞いてねえぞ。まあ、俺別に今からでもいけるよ、ドラム。全然いけるよ。なんだろうね。酔っ払ってんのかな？ああ、はい。多分20日以降って言われたから、さっきコメント書いてたから、多分そうだと思まあ酔ってるだろうね。相変わらずの酔っ払いだから。アンコロあれだね、荒野も見るんだね。意外だったわ。配信者いて困ってる？どういうこと？おはよう。たまに見るんだ。へえ。俺はお酒飲まないっす、僕は。お酒飲まないっす。酒苦手でやめましたね。
だんだん良かったね。うん、荒野便所太郎さんが今のところ理想、俺は。和道、荒野便所太郎さんだったら、ちょっと閲覧湧きそうじゃない？ビジュアルが面白いじゃん。ビジュアルが面白くない？ハゲ、薬虫、ゴリラ。すげえビジュアル濃いなっていう。ノイズバンドって何？あ、でもよかったよかった。やっぱ行動大事だね。スタジオ行ってよかったよ。やっぱ見せないとね、叩けるっていうの。太郎さん、ベーシストじゃなかった？もともと。多分ベーシストだよね。いや、結構、なんか熱いバンド。俺は、なんとか乞食って、花火乞食っていうバンド名でやりたいんだよね。花火乞食はちょっとかっこよくない？それかシンプルに乞食ってバンドやりたいの。あ、いいじゃん。パンクロック。パンクロックで乞食だったらかっこいいでしょ。おお、たくさんありがとう。おはよう。バンド名が乞食。あ、そっちの乞食じゃないよ。字は違う。ちょっと待って。これもういらないか。こっちの方。乞食。こっちの方。これで乞食でいいじゃん。乞食の方だ。乞食。本当の方。乞食バンド。島津藩の末裔が乞食はよしくれ。もうそれはね、言わないことだから、もう。島津家の恥さらしって呼ばれてるから。あ、一周回った？嬉しいよ。ありがとう。もしくは何だろう。ちょっとかっこよく時代変えてみようか。ローマ字で行く。ローマ字で乞食の方がかっこいい。ローマ字にしてみようか。乞食。乞食。C の方がいいのかな？乞食。ゆっこさんいらっしゃい。はい、いってらっしゃい。感じがいい。じゃあ、痛い感じにしよう。痛い感じ。乞食だから、鬼だね。まず、乞食だね。ことじは何にする？ ヤンキーみたいにしようよ。ヤンキーみたいに。乞食。バンド名。やっぱ鬼は鉄板だから。孤独の子？子って何があるかな？なんかいい感じないかな？子。何がいいかね。小月。あ、虎の方がいいか。虎いいかもしれない。虎いいね。これでいこうか。これにする？小月。この痛い感じでいいじゃん。痛い感じ。中学生のコピーバンドみたいでよくない？
バンド名小樹っつってもう読めないよ。ワドです、はい、よろしくお願いします。ワドです。おい、ミッチーさん、おはようございます。アイテムありがとう。おい、ハピネス、おはよう。うわ、スーパーレア、ありがとう。アンコロ、ありがとう。ありがとう、おはよう。ハード花火、ありがとう。おはようございます。ありがとう。ありがとう。おはよう。わお。ありがとうね。アイテム、ありがとうございます。バンド組むとしたらボーカルどなたの予定ですか。いや、俺全然ドラムでボーカルやるよ。うん。カンタローって全員歌っていいんじゃん。あのマキシマムザホルモンみたいに。ナオネー歌うじゃん。だから3人で歌えばいいじゃん。3人で。PV 作ろう、 PV。PV あれだな、マインドやステップみたいにしたいな。マインドやステップの PV 良くない？ホルモン大好き。あ、よかった、気が合いそうだね。マインドやステップとか知ってる？みんな。映像キャプチャーデバイス、これかな、違うな。ちょっと待って、ちょっと整理しよう。メディアソース、これか、違うな。この削除。見てみようか。デレデン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 。これかっこいいんだよね。知ってるかな、この PV かっこいいよね。 What's up、 おはよう、さつきさん。これかっこいいよね。こんな感じの PV 作ろうよ。名 PV でしょこれ。みんな真似したもんねこれ。懐かしいよね、うん、客層は30代以上の、こぶつきのババア限定ライブ。30代か障害者手帳を持ってるか、まあメンヘラ、うん、メンヘラのババアをターゲットにしたメロコアバンド小じき。ババアばっかりだなこのバンドって30代以上ばっかりだなって、うん、キッズはいない、ババア相手、うん、キッズはお断りだっつって、うん、ババアしか相手にしない。でもライブハウスやったらそこそこ集客できそうな気はするんだよな。
そこそこ集まりそうじゃない？バンド、ライブハウス30人ぐらい集まるんじゃないの？ワンマンとかさすがに曲数無理だけど。あ、大丈夫です。はい、採用です。 KR さんおはようございます。大丈夫、サイクちゃん大丈夫です。100人埋まるって、100人もいいよ。セット、ブッキングでいいじゃん。むしろオープニングアクトでいいわ。ねえ、来てよ来てよ。屋根裏ってまだあんのかな、下北の。まあ東京新宿でいいんじゃん。新宿のライブハウスとかで4曲5曲ぐらいでいいんじゃん。なんか MC が長そうだよな。MC がメインになりそうだよ。屋根裏っていう、もう定番の箱。まだあんのかな。熱狂的なキチガイたちに愛されるバンド、乞食。なぜか客はみんなスマホを片手に持ってるっていうね。 あの客層ババアしかいない。ババアスマホ持ってるよって、なんかずっとこうやってるって。 なぜだって、あの客層おかしいって。みんなスマホをなぜか見てるっていうね。なんだあのオレンジ色のサイトは。 何を見てるんだやつらはって。なんか書いてるぞ。 声援がないぞ。物販は何だろうね。コンドームとかでいいんだよ。そう、ババアがヘトバン。狂気だよ、狂気。対バンするバンドのも震え上がらせてやる。客層の怖さ。ブラックサンダーさん、ありがとう、アイテム。チケット代やっぱ大花火っていうかね。やたら花火をくれ、花火をくれって MC 中にうるさいんだよね。花火が足りないとか、限定アイテムくださいとか、もう曲にしちゃえばいいんだよね。そう、客層でね。そう、おろし。いや、のんちゃんはもうやっぱ最前列でしょ。のりこは。のりこはローディーじゃない、ウルフだよね。最前列で客を煽る役だよね。のりこが仕切るから。そう。でもなんか PV 作ってくれそうな人とか楽曲提供とかやってくれそうだけどね。リスナーさん音楽関係の人多いから、結構ありだと思うんだよね。ドレさんのイヤホイは SE で使おうよ。ドレさんのイヤホイどれ使おうかな。いっぱいあるんだよね。あちゃあちゃあちゃアイチューンでイヤホーイ、これ使おうかな。どうしよう。大好きでイヤホこれいいね。これ使いやすいね。大好きでイヤホツッツッタンツクツッツッタンツクツッツッ大タ好きでイヤホタン。もう見えてきたね。見えてきた。むしろもう完成したんじゃないの今曲。マットカプセルマーケッツみたいになりそうだ。SE ふんだんに使っていこう。SE のストックはいっぱいあるから。え、うなちゃんマンの SE のサイトあるの知ってる？みんな。ちゃんマンの SE。あれまだ残ってんのかな？うなの SE のサイトすげえ面白いんだよね。あった。ちょっと久々に稼働するか。みんな知らないかもしれないから、ちょっとみんな
ちょっとうるさいから気をつけてね。ラブ佐野なの。ラブ佐野なの。佐野なの。あのさ。ラブ佐野なの。ラブ佐野なの。あのさ。ラブ佐野なの。あれは。あんたたち行くわよ。いいわ、絶対必要。あれは絶対必要。あれは絶対必要。いや、やめてくれ。いや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 いこれすげえよ。れれれれれ。あんたたち行くわよ。いいわね。このサイト作ったやつ天才だよね、本当に。こんだけあるんだよ無駄をつ悪くない悪くない悪くない、あんのかな、うん、いや面白いよねこれ。オーケー、来た。かっこいいかっこいい。ティティリティ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 
解力が半端じゃない。肉まんありがとう、相手もありがとう。うなちゃんまんスタンプとかあんじゃなかったっけ、うん、だって俺らさ、本当笑うのがさ、配信者同士で飯食ってるじゃん。そしたら若い女の子とかが KP とか言ってんだよ。 KP って普通に使ってるんだよ。 KP を元祖だよ、知ってる？今 KP っていう標準語になっちゃったんだよ。多分だからうなちゃんマンのこと知らないのに KP って使われてるんだよ。すごくない？日本語が生まれちゃったんだよ。すごいよね。いや KP の生みの親だよ本当に。いや嘘じゃなくて、うん、佐野アンチは使わないよ、使わないよ、うん、KP って言ったら切れると思う、嫌な顔すると思う、舌打ちとか聞こえてくるもん。当たり前じゃん。すげえよな、日本語を生むってすごいよね。いやーわかんないけども、面白すぎて、なんだろう、もう訳わかんなくなってるかな。ありがとうテミさん、アイテムありがとう。あそこまで行くともうわけわかんないよな、謎。スマホ対応、スマホできんのかな、スマホでやってみる。のんちゃんスマホ寝てるか。アイテムありがとう。あそうだ、ジーパンのリペア終わったんだ、今日取り行こう。ありがとうゆうさん、アイテムありがとう。生のミウみてえな動画で、今日石野さんが何回も放送してたけどアイテム飛ばなくて、最後の方米する人はアイテム付きで、アイテムなしの人はブロックってテレップ。いやいやアンコロ何言ってんの。一回ふわっちで閲覧200ぐらいあったんだけど、帝王っていうあだ、あいつたまにブレイクすんの、閲覧200とか俺ぐらいになんのよ。でもあいつはアンチを作るどころじゃなくて、花火を投げないでアイテムくれた人とかをブロックしてたんだよ。で花火を投げた人も気に入らねえからブロックなっていうスタイルので、ついたあだ名が帝王だよ。もうドレさんのコメント打てないとかいうレベルじゃないの。気に食わねえやつは全員ブロック、アイテム投げても気に入らねえやつはブロック、すごかったんだよ。で浅井さんってわかるでしょ。あんころ浅井さんもわかんないかな。浅井さんの家に住んでたりとか、いやすごいよ石野は、天才だよ。
むしろ今は逆にコメントが書けるって言われてるからね。うん、浅井さんの家に住んでて浅井さんと大喧嘩したりとかすげえ面白かったんだよ。2年前、3年前か、俺の家住んでたし。浅井さんはもう配信やめた。うん、私がやる世界じゃなかったって言ってたよ。浅井さんはもう今までの生活に戻ったね。おお、ケツ痛い。何？アナルいじったん？ついいらっしゃい。お帰り。仕事終わりか。何ケツ痛いって。なんかほじくったん？そう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 。ていうか、まず浅井さんとの出会いが石野きっかけだからね。まあ、石野からすると和道さんきっかけって言うけど。同時に出会ったんだもん。今は住んでなくて、リスナーさんの家に住んでる。あいつはハマると面白いよ。うん、例えば俺の YouTube 見てやらわかるけど、あ、マジで覚えた？覚えてない？ね、例えば、配信では回せなかったんだけど、俺のほら YouTube チャンネルあるじゃん？和道公式。これの下の方に石の特集が組まれてて、この辺面白いと思うよ。石野に興味湧いたら。これ配信外なんだけど、もう面白かったもんな。これ結構再生数多いよね。1600再生だから。石野と対談したんだけど。でも YouTube のこれね。2年ぶりか3年ぶり、2年ぶりの再会かな、これ2年ぶりの再会。あ、これ面白かったじゃん。懐かしい、ニコ生時代の。寒いから。あ、石田ゆり子出てきた、うん、ねえ、懐かしいよね。まあまあ YouTube 見てみてくださいよ。面白いっすよ、石野は。帝王医師の、だって浅井さんなんかニコ生で初登場した時なんか、ゆいがさんが大絶賛したんだもん。お前じゃ無理だって言って、浅井さんは天下取るってゆいがさんが太鼓判をして、ゆいがさんコメント発狂したように書いてたよ。これを横山みどりに渡せとか言って、浅井さんはお前がコントロールできる器じゃないとか言って。ケンさんいらっしゃい。ゆいがさん、浅井さん大好きだからね。いや、天才っつうか神様だよね、本当に。浅井さんは、今でも頑張ってっかんな。浅井さんのだからここに本あるけど、感動するよ。浅井ゆき子、あなたの人生をより良くする。3500円。カラオケやってたね。うん、浅井さんのカラオケ動画って残ってんのかな。浅井さんのカラオケ残ってんのかな。浅井カラオケ残ってないのかな。じゃあみんな聞く？浅井さんの歌声。本出してるよ。浅井さんだ、作家だから。じゃあ懐かしいかもしれないけど、ちょっと音量注意ね。
すごいよね。いまだにウケるからね。はい。アーティストだよ本当に。アーティスト。いやーすごいよ。浅井さんの回は好評だったもんね毎回ね。いやもうみんな慣れてるから光の合唱団。光の合唱団で名前つけたんだけど俺が勝手に合唱一回もしない濃厚でしょ。いやだから和道枠は本当になんか濃すぎるっていう有名だったんだよねなんかこうなんつうんだろう、お前の放送は濃すぎるもう大衆受けじゃなくてもうなんつうの、怖ーなファンがずっとたまるっていう。いやすごかったよね浅井さんね。天才だよな。ふわっちでなかなかこうわらわらってコメント出ないのにね。ロム勢もわらって書いちゃうからね。浅井さんのトークもすごかったよ。いやだから歌だけじゃない、歌だけでこんなに濃いのにトークもすごいよ。全部すごいよ、うん、何もかもすごいからね。肉まんありがとう。おい山本さんおはよう。アウトサイダーミュージックっつうか、まあ浅井さん自体がすごい人だからな。あのもう出会った人の中でぶっちぎりっつうかさ、なんつうの、逸材すぎて、逸材すぎてすごいからね。いや浅井さんは、いや本当に俺と石野が話したのは、あのおいドルさんおはよう、あのね、ただの神様、多分イエス・キリストってこういう人だよねっていう話、俺はすごい分かるってなったの。石野が言い出したの。多分ね、イエス・キリストって浅井さんみたいな人で、周りが勝手に神格者だかしただけっていうか、スポンコテおはよう「ポケモンマスター」って言ってるけど、ドレさんもポケモンだからね。結構強いポケモンだからね。おはよう、おはようございます。みんなおはよう、おはようございます。新宿に咲く一輪のタンポポって日新宿の神様だね。あとスッポン皇帝、うん、
皇帝もいるし神様もいるからね、うん、皇帝もいるし皇帝と神様がいるから何でも何でもござれだよ、もう何でもござれ、うん、いろんなのがいる。モンスターボール出させたら強いよね。ワドラー、うん、あんまりかな、微妙かな。おお、みのむさんいらっしゃい。おかえり。俺、化粧したの何回かあるよ。残ってるかな。そうそう、2番煎じ、3番煎じがあんまり好きじゃなくて、なんかちょっと微妙なんだよね、俺の中で。なんか、後輩の芸パクるっていうのがあんま好きじゃなくて。うん、毎日服用すると春が戻ってくるんだすっぽんこっていや俺春終わってないから、うん、なんかちょっと俺はああいうのはなんかいいかな。俺もうていうか正直言うとアメラのファンなの。アメラじゃ、アメリカ人がやったアメラが一番面白かったの。すっげえ笑ったから。で、鮫島さんが笑い取ったのってアメラを知らないから笑い取れたと思ってて、なんつうんだろう、俺はアメラが好きだったのね、うん、だからちょっといいかな。アメラの完成度が高かったから。そう、アメラは面白かったし、アメラのファンになっちゃったから、だからリスペクトがある分アメラをパクることができないんだよね。そう、あとね、そのこれもう古いやっぱこだわりかもしんないけど、配信者の面白かったら悔しいっていうのがあるのよ。面白かったら悔しいんだよ。だからなおさらパクりたくないっていうのがあんの。うん、おはようございます。そうそうそう、それをやるんだったら、だから自分のネタ引っ張り返したいっつうか、ほじくり返したいなっていうのはあるよね。オリジナルの、オリジナルの封印したキャラクターを引っ張りだ、うわ、もしもーし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 、はい、あのさっき錦いましたか。はい、錦いましたか。え、何の話ですか。あ、ごめんなさい。はい、僕飲み歩いてた、名古屋市の錦っていうところで飲み歩いてたんですけど。はいはいはい。和道さんみたいな お方が見えまして。はあ。で、はい、声かけづらくて、ちょっと。あ、いましたよ。いました？名古屋に。はい。え、声かけてくれればよかったのに。あ、ほんとっす？はい。いました？僕です、僕です。あ、そうなんですか。そうですよ、やっぱりそうですか。はい、どの辺で飲んでたんですか。何時頃ですか。夕方っすね。ああ、僕です、僕です。マジっす、マジっす、マジっす。本当ですか。はい、ああ、ありがとうございます、わざわざ。はい、もしよかったら、せっかく何か、はいはいはい、あれ買おうとしたんですけど、見間違いじゃないかなと思って。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。今度またぜひ、見かけたらぜひ声かけてください。いいですか。もちろんもちろん。ちょっとはい、どこら辺にいるかっていう、はい、もし名古屋市に来た時ちょっと、はい、ちらっとスタンプでもいいんで連絡もらえたら嬉しいんですけど。わかりました、ありがとうございます、はい、ちょっとあれなんですけど、はい、せっかぐらいは買い上げるので、はい、ありがとうございます。いえいえいえ、はい、そのぐらいのことしかできないんですけど、はい、大ファンなので、はい、ありがとうございます。では失礼します。はい、すみません、失礼します。はい、名古屋にいないんだけどね。
どういうこと？昨日の夜名古屋にいたの俺。絶対大ファンじゃないでしょ。絶対大ファンじゃないよ。どう思うみんな。大ファンならここにいるはずでしょ。大ファンなら名古屋のどっかにいましたよね。いないわ。夕方寝てたわ俺この家で。アイテムありがとう。あ、そっちの大ファンなんだ。でもゲイ受けするからね。何なんだろうね。うん。何なんだろう。もう全然のんけなんだけどな。似てる人どこにでもいる顔なのかな。よくなんか同級生に似てるとかよく言われるんだよな。同級生とか先輩とか職場とかよくある顔なんだろうね。企画でその激似のそっくりさんを探しに行こう。あ、いいかもね。でもさ、俺普段ファッション変えないから絶対気づくはずなんだよね。 T シャツにこれとか。ブルーレイ無事見れたのか。どうなんだろうね。ブルーレイ見れたのかな。トイレ行ってくるわ。なんか今日あれだね、閲覧多いんだけど、なんか今日まったりだねみんなね。神回ではないでしょ別に。ハズレ回でしょ。ハズレ回、当たりではないと思うけど。なんか今日ね、みんなおとなしいんだよね。ありがとう、アイテム。ありがとう。ありがとう。無料アイテムありがとうございます。もしね、三国志アイテム余ってる人いたら、ぜひください。よろしくお願いします。ね、三国志孫権しか分かんないんだ。ケツカッチンって何？ああ DVD。 リヒトおはよう。おはよう。
ケツカッチンって何？ケツカッチン、ケツカッチン意味、ケツカッチンとは、ケツは後ろの意味でカッチンだから後ろの予定があるの意味、要は俺の放送ファンの待ってるってことか。あー、俺の枠重いの？ん、なんだこれ、あれ自動延長がなんかついてない、え、なにこれ、バグってる俺の放送、あれなんだこれ、放送がバグってる、なんだこれ、え、なんだろう、本当だ、バグってる、なんだろうね、なんかちょっとおかしいね俺の枠。いや他枠もね入るの重かったよ今日、ありがとう、相手もありがとうみんな。うん、なんだこれ、自動延長になってるよな、なんか配信が切れないんだけど配信切るボタンが起動しないってダメじゃないこれ、何これ、まあいいや、配信続けろってことか。今日はなんかサーバーに負荷かかってんだろうな。暇だね、暇だね。でもさっきの枠のベーシックインカムについて語る枠なんかトツかかってくれば絶対盛り上がったのになと思って、なんだろうね、アンチ属性の人ってコラボ上がってこないんだよな、すげえ楽しみだったんだけど、なんか残念だよね。あんだけ反論をねコメントでしてくるんだったらさ、ベーシックインカムとか普通に対話したかったのにな、なんかうまくいかないよな、なんだろう、なんでなんだろうね、コメント欄ではさすごいさ否定するんだけど、実際と枠開いたら全然来なかったもんね。残念だったな、みんなと話してみたかったのに。ありがとう、ひそらさん。ありがとう、肉まん、ありがとう。そんなに知らないってこと？あ、いやいや、コメントではね、ガンガン反論は来るんだけど、トツになると、コラボとかトツだと、まあ上がってこないんだよね。うん、ハードル高いのかな？楽しみだったんだけどな。てかなんだこれ、バグ。肉まんありがとう。唐揚げの歌聞きたい。今寝てんじゃないの？多分。でも卵味噌飽きてきたんだよね、ちょっと卵味噌飽きてこない。
なんかちょっとね、毎日電話するの良くないなと思って、最初突した時こいつだと思ったけど、なんかだんだん飽きてきちゃったんだよね。論破されるのに慣れてない。あー、論破、全然論破しようと思って喋ってるわけじゃなくて、なんだろうね、なんかネットってさ、マウンティングがすごいじゃん。その俺の方が正しい、俺の方が正しいって、俺別にそんなこと求めてないのよ。これどう思う、あ、そう考えるんだ、それいいねとかさ、そういう感じで議論が進んでいったら楽しいのに、なんか使命感があるじゃん、こいつを言いまかそうみたいな、あれがよくわかんないんだよね。なんでそんな普通に会話ができないんだろうみたいな、普通に会話しようぜっていう、何なんだろうな。うん、そう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 、なんでそんなにその俺が正しい、俺がたっていうかね、あの答えなんか一個もないと思ってんの。答えっていうものなんて世の中に一個もないと思ってて、でなんか普遍的なさ答えを求めすぎじゃない。2ちゃんでもよくいる、ていうか2ちゃん昔の方が面白かったわ。もうなんかただのマウンティングサイトみたいになっちゃってて、すげえつまんない。だからなんかオカルト板とかね、都市伝説系とかだと面白いんだけど、なんか普通なんつうの、もう悪口とさマウンティングの試合で、なんか全然面白くないサイトになっちゃって、なんか昔の方が面白かったかな。なんか層が悪いね、層が。答えないよ。なんか面白いサイトとか、なんか面白いもの配信ぐらいしかないな今。でもね、俺ね、偶然知らずにこの人面白いって思った生主を見てたの。え、こんな面白い人いるんだニコ生にって思ったら、七原くんだったの。俺七原くんって名前は聞いてたけど、うわーすっげえ面白い生主いるなーと思って知らずに見てたら、面白いね七原くんね。俺普通にファンになった。え、何こんな面白い子いんのってニコ生にって。うん、あれは売れるわ。すっげえ面白いね。面白かった。見たことなかったんだよ。で偶然なんかで見つけて YouTube かなんかで見てたら、うわーペラ回るし頭いいなとか、え、これ売れるよとか思ってたら、コメントに七原って書いてあって、お前かみたいなお前が噂のやつかみたいな、もう売れてたっていう、ね、なんかすごいらしいよね。あのなんか閲覧が、あれは売れるわ、あれは売れるわ。ニコ生で生まれたんだねスーパースターが。あ、もう救世